よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大丈夫です。はい。春なので東京に住んでる私自身で最初の頃に言いましたけど、はい、普段 の, その自分 の, その生活とかメイクとか、はい、こんな感じで実際こう生活されてるんですか。あ、私服ですか。雰囲気的にはでも結構バラバラですね。やっぱり昨日とかだとトレンチコートにすごい大人っぽい感じの洋服だったんですけど、全然こういうワンピースの時もあるし、バラバラですね。AKB のパルルさんとかもなんか可愛いって言ってラブコールがあったみたいですが、はい、私的もあのそうですね、プライベートでも一緒にもらったりとか、あとこの本に関してもすごいおしゃれで可愛かったぐらいをいただきました。でも子供たちって感じですね。そうですね、なんか今ここの本の頭にある20歳までにやられたいことに料理本、はい、料理の本を出したんですけど、はい、料理の本お料理はそうですね、やっぱり普段一人なので、まあ、自己満の自炊をよくしてるんですけど、はい、好きです。なんか得意料理っていうのはある？なんか本当ネットとかをパラパラ見てその都度メニューを決めていくのでバラバラですね。洋食、この前グリーンカレー作りました。あとガパオ、で、はい、で昨日はダイエットメニューでロールキャベツじゃなくてキャベツロールを作ったんですけど、反対なんですけど豚肉の中にキャベツを持って謎の料理を作りました。気になったのがサマーワンピで動物園デート。いや、もうこれは完全になんか映画っぽいっていうか、理想のデートを私ができるならみたいな。動物園デートってされたことないですか？ないですね。東京で動物園をまずがないので行ってみたいです。まずそこからですね。そういうお相手は？お相手はいないですね。ぜひ動物、なんかもう動物と一人で一人で行くことになりそうですね。ありがとうございます。他に何か？あのもうちょっと散り始めてますけど、ちょうど今桜の時期で、はい、なんかどっか見に行ったとかそういうのあります？桜は通り用事の帰り道にちらっと、私カメラが好きなので写真を撮りに少しだけ行きました。初のパトリック点数つけると上がってんぐらいですか？私点数苦手でもこれからでも初でいろんな、なんだろう、68点。ちょっと嘘です88点